ということで、そばどころ八甲田、今日で2月28日で最後です。いろいろここで思い出があるでしょう。これを絶対忘れないようにしていきたいと思います。では、Lチからでした。そばどころ八甲田はなくなりますが、こちらのですね、ラミナ沿いのですね、立ち食いそばどころ津軽、こちらを駅そばとして、ご愛顧していきたいなと思います。皆様もどうぞ。